なんと禍々しい気を放つ剣か。だがそれゆえに鎌倉殿にはふさわしい。よよよよ。ふん、そんなことはねえな。ん？その剣。よよよ。いきなり現れて面白いことを言う。ソウルエッジと申すか、この剣は。そんなことも知らずに手出そうとしてやがったか。後から現れおったというに、ふざけた男よ。しばらくおらぬうちに侍も落ちたものよな。ごたくなんぞ聞いちゃいねえ。しばらくおらぬうち。それにこいつのこの格好、いつの時代の甲冑だ。おまけに取り巻きはあやかしの類と来てやる。まあよい。どのみち見られたからには生かしておく道理もない。この義経の手にかかることを誉れにするがよい。わかりやすくて安心したぜ。強いやつの総取り。分かったような口をき、無粋な信氏風情が。殺して死んぜよ。三剣だ。やるではないか。痩せっぽっちの骸骨。次は貴様だ。なかなか威勢のいい男だ。この男、戦場に流れる木をまとうておる。何？うむか。よもやと思うて来てみれば難儀のようで、牛若様。よよよよ、遊んでおっただけよ、鬼若。ウヌの力借りるまでもない。牛若に鬼若。どこかで聞いたような名だが関係ねえ。まっ我らの名も地に落ちたものよ。牛若は源九郎義経、そして鬼若武蔵坊弁慶。